昭和47年さくらんぼの収穫の様子です。梅雨の時期を迎えた二戸地方ではさくらんぼが急に色づき始め、田植えを終えたばかりの農家が忙しく収穫作業に追われました。高い木にはしごをかけ、たわわに実ったさくらんぼを一つ一つ丁寧にもぎ取ります。収穫されているのは伊達錦という品種で、ほとんどが缶詰用として出荷されていました。可愛らしい赤い実が近づく夏を教えてくれます。一方こちらは一面の黄金色、麦の刈り取りです。一関市藤沢町では梅雨の合間を縫って麦の収穫が行われていました。こちらも田植えが一段落した農家が、今度は照りつける日差しの中、忙しく鎌を振ります。麦を栽培する農家は徐々に減っていましたが、この年は春からの天候に恵まれ生育も順調で、いつもより1週間も早い刈り取りでした。6月の岩手の大地を鮮やかに彩る作物たちです。